ヘンリー・ハリー、グレッグンベイは、北アイルランド出身の元同国代表サッカー選手、指導者、リンフィールドのリザーブチーム、ウィンザー・パークス・イフツでキャリアをスタートさせる。コールレームを経て、18歳の時に、アイリッシュ界を渡りドンカスター・ローバーズに加入。1957年12月、マンチェスター・ユナイテッドに2万3千ポンドで移籍。これは、GK の移籍金としては、 当時最高であった。マンチェスターユナイテッドでは1957年12月21日のレスターシティ戦でデビュー。マットバスビー監督のも247試合に出場し48のクリーンシートを達成した。1958年2月6日に起きた多くのチームメイトが犠牲となったミュンヘンの悲劇ではユーゴスラビアの外交官の母子や バスビー監督を救出し、ミュンヘンの英雄と称された。1963年の FA カップ決勝では、肩の負傷のためにベンチ入りできず、その後も、怪我の連続で、チームが優勝した1964、65、1966、67シーズンも満足にプレーすることはできなかった。1967年夏にストークシティに移籍し、1年で引退した。 北アイルランド代表では25試合に出場。1958FIFA ワールドカップでは4試合すべてに出場、ベストイレブンに選出された。1968年、シュルーズベリータウンの監督に就任。1972年11月、スウォンジーシティ監督に就任するが、1975年2月に辞任。 クルー・アレクサンドラに加入し1978年まで監督を務めた。その後、デーブ・セクストンに誘われて、古巣のマンチェスター・ユナイテッドで GK コーチを務め、セクストンがチームを去った1981年まで在籍した。次にルー・マカリの助監督としてスー・イン・ドン・タウンに加入するが、マカリとの意見の不一致により1985年4月に解雇される。 1986年、カーライルユナイテッドの監督就任。1995年、大英帝国勲章受章。2008年7月1日、アルスター大学において、サッカーに対する貢献が認められて博士号を授与され、夏の卒業式で名誉学位を受けた。2020年2月16日、北アイルランドのロンドンデリー県コールレインにあるコーズウェイ病院で死去した。 去年87歳。グレッグの訃報を受けて、マンチェスターユナイテッドの選手たちは2月17日のチェルシー FC 戦で模章をつけてプレーした。ありがとうございます。